さあ、続きまして、今度はモデルの2つ目、ハロット・ドーマーモデルと、ハロドさんとドーマーさんの経済成長モデルというのを紹介したいと思います。今度は随分時代が、下りまして、ドーマーさんですね、1946年に、経済学で最も権威のある学術誌の一つであるエコノメトリカに、この発表された論文ということになりますけれども、もうこの時までにはね、産業革命も随分進んでおりましたので、重要な生産要素、重要な産業は農業ではありませんね。工業とか製造業ですね。重要な生産要素は資本、すなわち工場とか機械設備というふうな、時代背景です。で、産業革命ですからね、経済成長が起こります。先ほどのマルサスさんのモデルだと、成長してたのは、増えていたのはある意味人口だけでですね、土地も増えないし、効率性も増えないから、経済成長は起こってなかったんですけれども、ハロッド・ドーマーモデルにおいては、資本がね、今度資本が蓄積されていきます、工場が増えます、建物が建ちますということで、経済成長が資本の蓄積によってなされるというような時代背景を反映して、そういうモデルになっております。でですね、あとこのドーマーさんね、時代を見てもらうと分かると思うんですけれども、世界恐慌ですね、世界恐慌ピクニック、1929年に世界恐慌でもう街にあふれる失業者、この時代を経験したドーマーさんですので、労働はちょっと過小評価されているというか、軽視されているモデルとなっております。もう、労働もちろん生産には必要なんだけれども、労働者はもちろん必要なんだけれども、労働は必要だったら、手に入るんだから、重要な生産要素は資本だと、工場だと、機械設備だというような、イメージに基づいてですね、そういうモデルになっております。これ時代背景として大事ですね。労働は重要ではないというような背景に基づいたモデルとなっています。ということで、モデルの過程ですね、財を生むのに必要な生産要素は資本、労働はもちろん大事だけれども、とりあえず、簡単化のためにもう無視しちゃおうというモデルです。で、今度はね、マルサスさんのモデルと違って、マルサスのモデルと違って、投資というものが起こります。生産物の全てを消費してしまうのではなくて、消費と投資に分ける、資本を蓄積して将来の生産につなげるというモデルになっています。人口は変わりません。人口は変わりません。これはもうこれは別に人口がね、一定で毎年毎年1%で増えていくとかっていうふうにしても、いいんですけれども、人口は増えないというような仮定で今日は説明したいと思います。今の先進国はね、そんな感じだから、そういうイメージでいいかと思います。はい、また同格のモデルですから、過去があって現在があって未来があってというようなモデルになっています。まずですね、生産関数は産出は Y ときますね。産出は Y と置いて、で、この産出ですね、GDP は資本、 K が資本です、 Y が産出です。資本に比例すると、資本ですから、これも建物とかインフラとか機械設備とかプラントとか、そういうもの、発電所とか、そういったものですね。これの量に比例するとですかね。だから資本の量が2倍あれば、生産の量も2倍になるという過程です。いいですか？ここでもう労働がちょっと無視されているモデルというふうになっています。でですね、作られたものを消費と貯蓄に分けるんですね。S というパラメータがありまして、0と1の間の値なんですけれども、作られた産出のうち S という割合は、小文字の S ですね、小文字の S の割合だけは貯蓄、大文字の S、セービングに回されて、残りの 1-S っていう割合がですね、大文字の C、消費に回されるという世界です。それでですね、I は投資ですね、インベストメント。マクロ経済においてはですね、マクロ経済学においては、貯蓄と投資は同じものなんですね。はい。
これこの間ね、マジカルポテト、マジカルポテトイメージしたらいいよって言ったら、まさにこれですね。マジカルポテトが、材が生産されて、リソースが生産されて、それが消費と貯蓄に分けられて、貯蓄はそのままマクロ経済では投資になるので、あとはあそこで出てきた資本の蓄積式です。資本の蓄積式です。来期の資本は今期の投資プラス今期の資本の持ち越しですね。ただし、デルタが資本減毛率ということになります。で、この資本が来期の資本になるわけですね。だから投資は大事です。投資は大事です。投資たくさんすればするほど来期の資本が増える。来期の資本に比例して来期の GDP が決まります。ということで、この後もずっと一緒です。これがまたね、この S っていう、貯蓄率って呼ばれてますけれども、貯蓄と消費に分けられて、貯蓄は投資に等しくて、またその投資が次の期の資本を生むと。ずっとその流れで前化式が進んでいきます。そういうモデルになっています。はい、外性パラメーターは、この資本の生産性ですね。資本に比例して GDP の量が決まる、産出の量が決まるということなんですけども、それ、どれぐらいの産出になるのかっていう、この Z、それから貯蓄率ですね。人々は、そのリソース、財、サービス、そういったもののうち、どれくらいを貯蓄に回すのか。S ですね。これは0と1の間の値です。あとは資本減毛率ですね。資本がどれくらい早く古くなったり壊れたりしてしまうのか。これも0と1の間の値です。あとは、シミュレーションするには、この初期時点のキャピタル、初期時点の資本ストックの量が必要になりますので、これも含めて、この4つが外性パラメータということになります。はい。式が1、2、3、4、5ですね。で、内線変数も5個なので、差分方程式が5個、系列が5個ということで、シミュレーションできるモデルとなっています。はい、で初期のこの KT が決まれば、まあ、あとはずっとこの前化式に従って産出や消費や貯蓄投資が全て決まると、ずっと決まっていくというモデルなんですけれども、じゃあまた Excel の演習やるのかなっていうと、そうではなくてですね、もう Excel 必要ないです。結果が単純なので Excel は必要ありません。もう式だけで何が起こるかということがはっきり分かりますので、それをこれから説明したいと思います。経済成長率を求めたいと思います。経済成長率って何だったかっていうと、一人当たりの GDP が毎年何パーセント増えるか、一人当たりの GDP が産出が毎年何パーセント増えるか、これが経済成長率でした。で、今人口はずっと1億人で変わらないという仮定ですので、産出がどれぐらい増えていくかということを計算すれば、それが経済成長率ということになります。はい。ということで、今期の産出分の来期の産出、これが経済成長率ですね。それぞれ産出はその期の資本に比例するという仮定だったので、それを代入すると Z がキャンセルされますので、KT 分の KT たす1ということになります。つまり経済成長率、GDP が毎年どれぐらい増えるのかというのは、資本ストックの成長率、つまりその経済の建物とかインフラとか機械設備がどれくらいのスピードで増えていくのかという成長率に等しいということがまずすぐにわかります。じゃあ、資本ストックの成長率を求めようっていうことなんですけれども、来期の資本ですね、来期の資本、資本蓄積式に基づきまして、投資プラス今期からの持ち越し。で、投資は貯蓄に等しい。マクロ経済では、投資は貯蓄に等しいということで、大文字の S で置き換えて、大文字の S は何だったかっていうと、全生産ですね。産出かける貯蓄率ですね。小文字の S。で、この生産何だったかっていうと、Z かける資本ストック KT ということで、KT でくくりますとこんな式になります。ということで、
両辺を KT で割りますと、資本ストックの成長率が出てきます。1引きますね。1引きますね。これ、0.03 だったら1引くと、1.03 だとね、1.03 だと1を引くと 0.03 ということになって、まあ、3% っていうことになると思うので、1を引きます。そうすると SZ-デルタということになって、これがこの経済の資本ストックの成長率であり、GDP の成長率であると、経済成長率であるということになります。で、Z 今ね、ちょっと具体的なイメージを持つために数字を当てはめていこうと思いますけれども、今 Z はよくわからないので、とりあえず1ということにすると、そうですね、このデルタね、デルタ、資本原本率 0.06 ということにしましょうか。毎年毎年 6% ぐらいの建物とか機械は古くなって壊れるというふうに仮定して、貯蓄率は、例えば 0.1%、10% だったら、みんなその収入のうちのですね、10% を貯蓄するという世の中ですね。貯蓄率 10% としましょうか。0.1 と置くと、そうすると 0.1×1-0.06 ということで 0.04、 つまり経済成長率は 0.04% ということになります。これがハロッド・ドーマーモデルのインプリケーションです。ハロッド・ドーマーモデルのインプリケーションです。経済成長にとって何が大事かって言ったら貯蓄率なんですね。貯蓄率、これ今 0.1 と置いたら 4% みたいになりましたけれども、この小文字の S をですね、小文字の S を 10% 貯蓄なんてなんかしけたこと言ってないで、これをもう 20%、30% 貯蓄すると、みんな今食べるのを我慢して、今食べるのを我慢して、リソースをできるだけ将来のために投資するという世の中になればですね、この 4% と言わずに、これがもっと高い成長率を実現できると。貯蓄が大事なんだ、貯蓄投資が大事なんだというのが、ハロッド・ドーマーモデルのインプリケーションとなります。はい、4% の成長ってかなり大きいですよね。経済成長率 4% っていうと、 GDP がね、1人当たりの GDP が毎年 4% で増えていくと、収入が倍になるのに、だいたいあれですね、もう一回70ルールを思い出してもらうとね、年率 1% で増えていくと2倍になるのに70年、年率 7% だったら2倍になるのに10年って言って、この2倍になるまでの時間と成長率をかけた席がだいたい70になるという、あのルールを思い出してもらうと、まあ年率 4% で経済が成長していればですね、20年以内には人々の所得は倍になるということです。はい、でこの成長率を、高い成長率を実現するためには、この貯蓄率が大事ということなんですね。はい、これも真実ではないですよ。真実ではなくて、そういうモデルだということです。これもどういう過程を置くと、こういうふうなインプリケーション、こういう結論になるのかというね、過程と結論とセットでね、必ず理解するようにお願いします。まあ、何はともあれ、このハロットさんとドーマーさんのこのモデルはですね、発展途上国には朗報だったんですね。これね、経済成長のためには貯蓄と投資が重要だよという、いうことで、まあ、今は貧しくてもね、我慢してね、貯蓄投資してれば経済は発展して、まあ、先進国になれるっていう、そういうことですからね、発展途上国には極めて、朗報という理論でした。はい、貯蓄投資すれば経済成長するっていうことでね。ただまあ貧しい国はね、1日1ドル、2ドル、3ドルって、そのまず、やっと生活しているような国では、なかなか貯蓄するというわけにもいかないと思うので、そこはですね、これはもう本当に1950年代、60年代、70年代の、壮大な実験、経済的実験だったと思うんですけれども、まあ、当時は、共産圏のね、脅威もありましたので、西側諸国がですね、貧しい国にですね、膨大な莫大な援助を行いましたね。共産社会主義にならなくてもね、一生懸命貯蓄投資してれば先進国のように豊かになれるっていうんですね。ということで海外援助がね、たくさん行われて、50年代から70年代、まあ80年代もだけども、
莫大な海外援助が途上国になされました。援助がなされて、それでその分貯蓄投資してもらって経済成長っていうようなシナリオだったんですけれども、まあ失敗したんですね、これね。失敗しました。歴史的には失敗しました。50年代から70年代にアジア・アフリカ諸国に莫大な援助が IMF やワールドバンクを通じてなされましたが、これらの国は、まあ、全く成長しなかったというのが歴史的な事実です。まあ、後からね、この辞書研究した人によるとですね、ここのところが、まあ、あんまり、因果関係がね、はっきりしなかったっていうんですね。この海外援助したから、援助を受けた国がね、貯蓄投資を増やしたかっていうと、あんまそこもよくわからないと。イースタリーさんのね、教科書からなんですけどもね、その中で紹介されている研究によると、海外援助が貯蓄投資にこうつながったと、国家性の相関をしているというのはですね、援助を受けていた88カ国中17カ国、17カ国っていうことらしいんですね。で、ここは少なくとも1対1と、いいですか？ここは少なくとも1対1。つまり、100万円援助してね、100万円投資してくれるんだったらいいけども、まあ、100万円援助して、50円しか投資してくれないっていうと、ちょっと、まあ、1対1ではないですね。ここは、できればね、できれば100万円援助するから120万円投資してもらうとかね。ちょっとここが、本当は、1よりも大きくなってもらいたいところだったと思うんですけれども、まあ、最低ここが1対1で増えてたのは、香港とか中国を含む、6カ国だけだったと。88カ国中6カ国だけだったというような研究結果があります。で、ここも怪しかったんだけども、ここですね、貯蓄投資が経済成長につながったかっていう、ここなんですけれども、投資が、その後4年間の成長率に性の影響をもたらしたというのはですね、これも研究結果がありまして、138カ国中4カ国。138の途上国のうち4カ国しかなかったっていうんですね。ということで、まあ、ドーマーさんの理論、それからそれを応用しようと思った経済学者たちの、まあ、シナリオではですね、シナリオではこういうシナリオがあったんだけれども、実際にはそんなうまくいかなかったというのが歴史的な歴史になります。はい。実はですね、この50年代から70年代、80年代にこの援助、経済援助が失敗して、今はね、多分今は皆さん2020年においてはようやくね、その途上国の生活水準も上昇してきたっていうねイメージがあると思うんですけど、昔はそういうイメージじゃなかったんですよね。90年代とかそれでもやっぱり途上国はずっと貧しいっていうイメージだったと思うんだけれども、実はですね、理論経済学者たちは1950年代にはすでに長期的な経済成長は資本の蓄積では達成できない。資本の蓄積では達成できないということにすでに気づいておりました。もう一回思い出してください。ドーマー、ハロッド・ドーマーさんのモデルで経済成長にとって大事だったのはこの貯蓄率ですね。貯蓄率。生産されたもののうちどれだけを今食べないで将来のために投資するか、道路を敷くとか、じゃあ工場を建てようとかね。この貯蓄率が大事だったんですけれども、理論経済学者たちはすでにですね、長期的な経済成長はそういうふうに工場を建てたり道路を敷いたりっていう蓄積だけでは達成できないということにすでに1950年代には気づいておりました。これがソローさんの、ロバート・ソローの経済成長論ということになります。これはもう大事な、有名なモデルで、当然、いろんな資格試験とか、公務員試験というか、その、いろんな試験にね、出てくるモデルです。これを次にね、勉強したいと思います。ということでね、さっき、歴史的にはね、なかなか海外援助とか、そういったものがうまくいかなかった、投資してもなかなか経済成長しなかったって話をしたんですけれども、あれの元ネタとなっている本が、この、ウィリアム・イースタリーさんの、The Elusive Quest for Growth。日本語訳が、エコノミスト、南の貧困と戦うっていう、本があるんですけどね、ここから紹介いたしました。なので、当時のね、20世紀の開発経済学ですね、発展途上国をどうしたら、発展させられるのか、ね、豊かにできるのかっていうことを
悪戦苦闘したエコノミストたちのですね、話を詳しく知りたい人はですね、ぜひ、図書館で借りてもいいので、本をね、見てみることをお勧めします。値段はちょっと古いから、これ、Amazon の値段は気にしないでくださいね。さあ、次がソローさんの経済成長理論です。